どうも、シルです。テイク2。ちょっとですね、今回、マインクラフトを久々にやりたくて、もうやりたくて仕方ない。かといって実況プレイで復帰するもなんかちょっと違う気がして、これ生放送をやって、じゃあ、今後はちょっと生放送を定期的にできるかどうかわからないんで、実況プレイの方で、ちょっと時間を短めにして出しますよ、みたいな感じで持っていければいいなとは思ってるんですけども、それもなしに実況プレイにいきなり行くと、こんばんえ？みは。たいな感じになるので、とりあえずはですね、生放送でもどっかだけやりたいなと思っておりました。というわけで、最近、生放送といえばガンを少しやってたんですけども、今はもういいやって感じになってるんで、割と今はいいやって感じになってるんで、そんなわけです。やっとですね、ガン、あー、あー、なんだっけ、マインクラフトの登場です。ちょっとね、その前の段階で、非常にですね、ガンオン仕様で遅延が入っていたので、今完全にその遅延を切るために再接続し直しました。はい、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。これまた前回の生放送から1週間以上経過して、そんな感じですよね。マインクラフト自体は私自身も本当に以前いつでしょうね。このそうですよ、シルビオ温泉を作った時なんですけど、シルビオ温泉 ものすごい久々ですよ。温泉を作るのもいいんですけど、どの辺までやってたのかもう完全に、まず思い出したものになった時ですね。女湯もいいんですけど、とりあえずちょっと外に出てみたいじゃないか。今日久々ですよ、これ。水垂れてるし。僕、水垂れてたよね。なんで買わないんだよ。引けないか。久しぶりねーって感じですよ。結構作ってたもんね。これもやめちゃうのももったいないしね。やっぱちょこちょこやりたいよね。だから実況プレイの方にもしかしたら行くかもしれないですね。MD は入れないんじゃないんですか？ MD 入れるんだったらあれですよ。私はもう、情報解禁します。自分で。別にネタバレうんぬんっていうよりも、何でもありに見せちゃう。それをやったのが、スカイリムなんですけど、スカイリム、モズ入れてキャラクター作るゲームになっちゃったんで、あれはあれで、やっぱりね、ネタバレはモズはね、モロハの剣だなと、しみじみ思いましたね。スカイリムは本当に制服っていうか、主人公の着せ替えるゲームになっちゃったんで、マジで。モズを入れる。だからね、本当にね、モロハの剣ですよ。モズシステムは。上。なんていうんですかね、不自由な自由というやつですよ。不自由だからこそ楽しめるっていうのがあったんですね。だから、あれですよ、オフラインゲームとかで、例えばファイナルファンタジー3やりましたってなった時に、最初からレベル99だったら、それで結構つまんないと思うんですよね。私はこの中で、それが私がのんびり、なんとなくマイクラを続けられている秘訣な気がする。このゲーム結構長く私のチャンネルを見ていただいている方はご存知だと思うんですけど、割とあれ、あのゲームどうなったの？みたいなのはあると思うんですよ。あのゲーム、あれ？どこ行ったんですか？みたいなゲームって、何個かあるんですよ。知らず知らずのうちにフェードアウトしたゲームが あるんですけど、それやっぱり自分の中でやろうかなっていう気がもうなくなっちゃったっていう、正直言ってしまうとね、もういいかなみたいな。その中、マイクロはもういつでも帰ってくれる感じなんで、すごいと思うんですよ。それも、モッズとかそういうのを手出してないっていう、自分縛りじゃないですけど、自分ルールを作ってるから、なんだと思うんですよね。これ何でもありにしちゃうとね、もう一瞬で飽きます。テラリアがそれで一瞬で飽きましたから。もうテレビよりは本当に早かった。もう、ウィキを見た瞬間からもう、
急速になんか賞味期限切れちゃった感じですね。うん、勢い乱して。だからですね、まあ自分なりの付き合い方をしたらいいんでないでしょうか。まあ久々ですよこれ。ちょい久々なんですけど、私自身ちょい久々ですよこれ。あ、いたいた。ちょっとね、思い出しながら、思い出しながらやってるわけですよ。まあ、で、ぶっちゃけ何をしようかなんてあんま考えてないんで、例によってその場のノリで決まりますから、次の行動が。とりあえず今ね、女湯作ってたんですけど、外出たいなっていう感じで出ております。結構しっかりしてきたよね。今思うとね、結構作ったよね何ヶ月かかってんだろうね、これ最初から。めっちゃかかってますからね。あ、そんなわけで、喉の様子はだいぶマシになりました。ただね、喉の奥に、なんか、しこりは嫌だね、しこりとか、表現が。なんかね、喉が荒れやすいですね。だからまあ、無理はしません。で、親戚にもらったね、その、龍角散よりもいい喉飴をもらって、すげえこれをリピーターになりたいなと思ってるんですけど、なかなか見つからない。で、何をすればいいの？必要な道具みたいなのがもう完全にポンと飛んでますからね。何に必要な道具とかがわからない。とりあえず、毛刈る。毛刈りでもする。どうだ？どれだっけ？この辺かな？でも毛でも刈ればいいんじゃない？マイクロはやることが大きくなればなるほど作業が地味になりますよね。地味ですね。だけどなんか雑談しながら、だからね、仮にこれを実況プレイでやりますってなった時に、そのコミュニケーションがなくなっちゃうので、まあ、今も一人語りみたいなもんですけど、ますますそれが拍車かかりますからね。めっちゃ多分一人語り、ずっと喋ってんな、こいつみたいな。ゲームに関係ないことを。まあ、だからその感覚を戻すためにも、ちょっとマイクラをやっておきたかったんですよ。最近ね、本当に実況プレイ自体を撮る機会が少なくなっているので、まあ、私のチャンネル見ていただくと分かるんですけども、公開する動画の数もちょっと落ちてるんでね、1日1、2本って感じになってるんで。だから、今は完全に療養中です。まあ、他でできることをやりつつとかですね。まあ、だけど、やっとここまで喋るようになった感じですね。まあ、なんか叫んでるするのは良くないよ。気をつけよ、みんな。叫んじゃダメだ。喉にダメージがすごいよ。いいね、マインクラフト。まったり系ですね。素晴らしい。いや、素晴らしいです、本当に。もう描写も結構軽いしね。なんか最近ガオンやつも重いんでね。重いっていうのは結構フラストレーションですね。大変で、ちょっとバトルフィールドハードリングとかとかやって、おい、何度もさ、浮いてんだよ。やってるんですけど、すげえぬるぬる動くのに、でガオンあんなにかっこいいのみたいな。はい、こんばんは。ワイカンフィーシュ。6月。わかんないけど、6月3日か4日か、そのくらいなんですけど、6日か。手刈り隊してます。まあ、そんなわけで、まあ、久々の生マインクラフト生放送ですね。ちょうど木曜日でしたね、あれもやってたのね。思い返してみれば、
まあ毎日はちょっと厳しいですな。喉の調子が厳しい。だけど結構この10時からの感覚に慣れてたので、おかんと、まあ、早いですよね。結構割と真人間に戻って、真人間ですけど、元から真人間ですけど、生活サイクルが非常に良くなりましたね。でもなんか実況プレイとかずっとやってるんで、そういうのがないとなんか新しいゲームとかにチャレンジしようっていう意欲が少し薄まっちゃうのがネックですね。今まではあこれ生放送でやろうかなとか実況プレイでやろうかなってなったんですけど、今実況プレイにすごい制約があるので、だいぶですね、新作ゲームに対してですね、触手が動かなくなってきたのがまずいなと思いながらね、全然ですよ。スイカ、今はまず確認ですね。なんでここに羽毛があるのか。いいでねえですか。例えばなんかいろんなとこに私の本拠地ですよね。それをそこに行くか。そう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 、全然話変わるんですけどね、私レビューいろいろとやっておりまして、まあパソコンのレビューとかもやるんですけど、ゲーミング PC とかね、一般 PC とかで、いろいろやるんですけど、その際に、まあ、ゲームが動くかっていうのをテストするんで、あんまスペックの高くないゲームは、マイクラが動くかどうかっていうテストをするんですよ。で、まあ、毎回インストールしてですね、新規のワールドを作るんですけど、たまにすげえ面白そうなマップができるんだよね。新しくやるのも面白いんだろうなと思いながら、なんか開始位置がすげえ面白いんですよ。この前なんか見たのは村がありましたよ、開始位置。みたいな、ちょっとロマンですね。まあ、新しくつなげっていうか、むしろこの今のマップにつなげたい。この世界はだいぶ拡張しましたからね、農作業。久々にログインしては農作業をやるという、いいんじゃないかな、このゲームはこういう感じで。お久しぶりのマイクラシルビ農民。お久しぶりです。 Welcome to シルちゃん。まったりやっております。前からやりたくて仕方ない症候群だったんですよ。もう仕方ないよね、マイクラがやりたくて仕方ない。いやー、定期的にやりたくなるんですね、このゲームは。素晴らしい。じゃがいもを入れるスペースがないぞ。もうでいい。ここに全部いますか。お、登ってった。入るかと思いきや。
8000未来。ニワトリが少なくなったと思いきやまだいる。まあ、豚さんもだいぶ増えましたよ。ふふん、できてる。まったりやってます、まったり。だね、ちょっとね、生放送がなかなか難しい状況なので、さっきも言ったんですけど、実況プレイの方に少し移行しようかなと思っていたりします。さあ、栄えろ、お前ら栄えろ。あれ、ここあんまいないね、多分思ったよりいない。え、わかんない、いるのか、これは。いないように感じられる。意外と少ないかも。どうしようかな。別にどうしようかなって感じですよ、本当に。風の吹くまま、昨日のまま、どこまで行くか。食料さえあればね、なんとかなる。スイカさえあれば生きていけるんだけど、逆にスイカがなくなると生きていけない。まあな。繁殖させるか。やだ、この音。この風切り音嫌ですね。この辺空洞だらけだからね。ほら、増えろ。処理落ち上等。よれよれ。なんで卵があるんですかね、ここに。あ、はじめまして、初見組ですか、ようこそ。まあそんなに長時間できるような今状況でもないので、まあ簡単にやってって感じですね。まあなんで空いた時間にできるので、実況プレイの方に行くかなという気はしております。そういうご挨拶も兼ねて、今回はマインクロフト久々のですね。たくみ。まあ、まったり行きましょう、まったり。ね、女はまた、どこかで。シュッとなるシルビさんのマイクラでの心の友現れないかな。ソウルフレンドではないよ、やつとは。そういえばいろんな方向に行ってる。こっちも行ったし、向こうも左側も行ったからね。相当この世界食い尽くしてる感じですよ。ね、だって長いもんね。1年まではいかないかもしんないけど、そんくらいやってるよね、かれこれ。
よくやったもんだと思いながら思い出しつつ、ね、まあそんな感じでもう6月です。なんか世間では梅雨入りするんじゃないかみたいな、今更みたいな、もうめっちゃ暑いですけどって感じですけど、暑いですね。全員マグマダイブ時代もあったな、うん、お猫ちゃん、猫ちゃん、そんな遠く行かないでよ、せっかく。うわ、いいとこにやられますね。なんかだいぶ前からも軽くなった印象があります。まだ湿度低いから暑くてもいける。カラッカラに地域によるんでしょうね、地域ネタをたくさん盛り込んでいたシルビーチャンネルです。そう思い出してきた、地域ネタね、いろんな地域の人が見てますからね。見てました、もういろんな地域の方いらっしゃるんですよ。なんかほら、なんか話しとこうと思ったんだけど、いろいろとね、あーこのネタ生放送で生放送とか実況、特に実況プレイだと何言ってんだってなるから、まあ、生放送のかなって感じですけど、生放送で使いたかったなっていうネタがたくさんあったような、こっち回転しんだよ、この装備がない状態で行っちゃおう、行っちゃおうかそう、なんかこう、あーこのネタみたいな、でも いざ今になると思い出せないみたいなね感じですけど、そう、そんなもんですよ。やっぱり目も取んなきゃダメね、こういうのってね、全然忘れる、普通に忘れたわって感じです軽くなったよね、なんか軽くなった気がする。あ、軽くなったんじゃないわ、 120fps に対応してんだ、だからだ、軽くなったんじゃなくてよりヌルヌル動くようになったんですね。今これね、あれですよ、皆さんは 30fps で動、これね、配信は 30fps にしてるのでそんなに感じないかもしれないですけど、私は皆さんが見ている4倍の速さで見て動いてますから、ね、左上に数字出てると思うんですけど、111とか112とかやってますよね。おお、おい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 、だから叫ばすなっつーの、ふざけ、え、なんでなんでそんなトラップ、人が喋ってんやろが、マイクラで FPS できるなわら、お父さんね、喉の調子が悪いって言ってるの、だからね、叫ばしたらあかんて、もうピンポイントの穴やめましょう、こういうの良くないと思います。ちなみにガオンの時とかと違って全然今遅延は切っているので、比較的タイムラグはないんじゃないかなっていう感じですね。おいーバカ野郎、おいバカ野郎、おーどこにはいてんですか。あぶね、
中国か。爆破された。危ない。砂を持っていなかったら。ね、ぬるぬるになってる。ぬるぬる、ぬるぬるですよ。惜しかったな、笑い。惜しくない。ちょっとすれ違った。紳士協定だろ、そこは。紳士協定だよ、お前。なんで売ってくんねん、みたいな。感じでした。あー、なんか持ってくればよかったね。ちょっと答えないもんね。この武骨な感じ好きです。お、なんか木ができた。いきなり木になった。びっくり。木になったわ、いきなり。こんばんは。はい、こんばんは。ようこそ。シルビちゃんの略してシルちゃん。え。久々です。楽しそうですな、マイクラは。ただこうやってね、世界をのんびりと歩くだけでも。そうか、 120fps か。まあ、なんかで私のパソコンでは120出るね。結構そのーノートパソコンとかいろいろレビューするとやっぱりね、30いかないの多いですよね、マイクラ。うん、これね、左上の数字ね、120って今出てると思うんですけど、これがね、10とか20とかのも結構ありますからね。だから出るんですよ、こうやって数値出るのに、なんであのゲームは出ないのかと思います。最近本当に重くてですね、 FPS が落ちるんですよ。困っちゃうわ。どうしましょうかね、これ。せっかくで行ってみる。いや、海底神殿とか行ってもね、ぶっちゃけ何もできねえから、砂集めよう、砂。そうだ、砂集めようでいい。木と砂。砂漠。世界は狭いんですよ。ね、そう、ここの辺を掘ればいいんだよ。なんか、ま、砂漠だからなんか埋まってんじゃないの？なんか私の知らない。そうしよう。思い立ったが吉日。こっち？ちゃうでしょ。こっちだったような気がする。ほらほら。ちょっと目印立ってるからね。迷っても大丈夫なんだ。あれ、もう一個ぐらいあったと思うんだけど、ここでよかったっけ。こんなの覚えてねえもん。一通りのセットが置いてありました。携帯セット。ケータリングサービス、ケータリングサービスシルビ。ちょこちょここんなもんを世界中にですね作っております。
いつ作ったのかは覚えてない。じゃあここ掘ろうぜ。この遺跡発掘しよう、ノリで。木があればな、木も作ればよかったな。まあ、取ればいいか。木と石があれば作れるからね。シャベルとか。シャベルが欲しいね。じゃあ木取ろう。いいね、このマイクラな感じ。ここはわら。赤石。遺跡には生姜つきものですわら。てか、こんなことやってる間に、あ、これいいじゃん、見える。敵が近づいてもこれならわかる。大幕生産者になるのか。あうち。ちょっとの木があれば。石はね、どうせすぐ手に入るし。このゲーム、木を入手するのが一番大変だってな。割とテーマ。暗くなる前に行きましょう。そうか、食べ物も必要か。スイカ植えちゃう。え、だけどクワがねえな。あ、ま、町がある。町、そうか、こっち町か。そういえばこの辺、シルビさんがゾンビを引き込んで壊滅した村なかったっけ。うん、ま、村ありましたよ。半分半壊してます。もう半壊してる。なんか村人の半分ぐらい死んだ。死んじゃった。ゾンビにやられんだみたいなでしょ。知らなかったよ。まあ、いっかみたいな。しゃあない。運命なんだよ。ディスニー。それが、ソレストルビーイングさ。ソレストルビーイング。ソレストルビーイング、いいんでしたっけ。私の漫画の、マイヒットワードなんですよ、あれが。今。それこそがそれそれブイーングと。なんか交換してくれる村民だっけ。そう、交換してくれるんですけど、もうその何を交換してるか覚えてない。もういいやみたいな。もう覚えてませんみたいな。これ棒でどうやんだっけ。それそれブイーング。あれ石だよね。石レシピもね、レシピもね、完全にね、もう、なんて言いますか、ロストテクノロジーですよ。だから、今の、よく漫画とかであると思うんですけど、人類が、核戦争が起きて、人類の人口が、10分の1になってしまったとか。10分の1とかになってしまって、とか、あるじゃないですか。そうすると、いろんな技術が失われますよ。そういえばダブルオーだけは勢力楽なんですよね、わら。いろんな技術だから、それロステクなんですけど、あ、トライガンっていう漫画でまさにそういうロステクの話が結構ありましたけど、だいぶロストテクノロジーです。失っております、いろいろと。あの刹那を連れて行くと、周りの人間がなんだこいつはっていう反応するから。てか、なんだこいつはって反応は割と刹那だけに限らずするんですよ。
で、シャアに対する反応は、他の、私、ガンダム X の、なんだっけ、はい、こんばんは。ガンダム X の主人公が、ティファ。ティファを守らなくちゃとかしょっちゅう言ってるんですけど、シャアと一緒に、シャアが敵か味方にいると、この人には近づけちゃい、ティファを近づけちゃいけない気がするとか言うんですけど、それを他のキャラも言いますね。なんか、ああ、シャアを見た瞬間に、この人にはあのキャラを近づけちゃいけないとかですね、結構言うんですよ。どんなキャラ割とシャアとアムロガムラ絡みのセリフが多くて、やっぱ、あれが伝説のみたいな。赤い彗星いける伝説かみたいなですね、結構言うんですよね。まあ私がそこのことは一番わかるから覚えてるっていうのがあるんですけど、他のこと言われてもよくわかんない。それしたらビーイングしかわかんない。ガッダームとかあいつ言って叫んでましたよね。刹那のセリフ集作ったら面白いと思うよ。まあ、言いますけども、原作知りませんから。一切知りませんから。原作を愛してやまない方は大変申し訳ないですけども、全然知らないです。なんで、不快に感じたら申し訳ないです。だけど、原作知らないで見ると、聞くと、そんな感じなんですよ。何をこいつは言ってるんだろうという。まあ、好きですよ。好きです。刹那のあの頃は中二病全開ですからね、笑。そうなんだ。いいキャラだと思います。けど悪役の方が割と正論言ってたりしますよね、ガンダムって。なんか主人公側がなんかこうもう感情論ですよね。主人公側は感情論で、それはダメだ、絶対にダメなんだ、それはダメなんだ、なんでダメなんだ、とにかくダメなんだ、それは良くないとかですね、とかいう感じで言うのを、いやそうじゃないだろうと、生き残るためにはこれの淘汰は必要なのだと、必要悪なのだと、我々はみたいなことをちゃんと悪側の方がちゃんと説明したりするんですよね。それに対して、いやそんなのは良くない、たくさんの人が死ぬじゃないかとかですね、もうなんかザレ事かみたいな感じですよ。結構割とまともなこと言ってるのに、割とまともなことを言ってる悪側が淘汰されるというですね、不思議な感じですよね。本当のなんかすごい悪もいますけど、結構まともなこと言ってるのに、やるなんかその世界では悪者扱いされてたりするパターンあるじゃないですか。それでも守りたい世界があるんだですね。結構ね、ガンダム系は割と私は悪役側の方が多分見たら悪役側の方に感情移入しちゃいます。悪側っていう言い方は良くないのかもしれないんだけど、完全懲悪でしょ基本的に。どっちかが正しい悪いってはっきりしてるじゃないですか。まあ、基本は正義と正義の戦いなんですけど、それだと終わんないから、一応どっちかを悪って定義するじゃない、定義付けするじゃないですか。だから悪側の方好きです。砂は楽ですな。一応
敵と戦ってるけど、悪かどうかは微妙ですよね。ロックオンは受けるさ、お前を倒した後でな、とかもそうですね。わら、結構だからね、それはガンダムに限らずですけど、だけど矛盾あのですよね、そういう作品では、特にアメリカの作品なんかそうなんですけど、ヒーローがいて悪がいてっていう方がウケるんですよね。分かりやすい方がいい。結構ね、意外とそういう目、そういう見方をしちゃうので、多分なんで死んじゃうのこの人みたいな感じですね。大体悪役の方が死ぬじゃないですか。初代とかもめっちゃ死ぬからね。初代めっちゃ死ん、いい人ほど死ぬよね。一点掘りしちゃう？一点掘りすると出てこれなく出てこれなくなるな。意外とまた例によってノリで来始めた作業にしたは意外と重労働だということに気づき始めた今日この頃。初代 V までは大体死にまくりですね。わら、 V も死ぬんだ。ガンダムってとにかく死んじゃうよね。めっちゃ死ぬよね。戦争がテーマだよね。某漫画家は都合が悪くなったら殺しちゃいますけどね結構重要キャラでも殺しちゃうなんか漫画家いますけど、気に食わなかったり進行上小説版ガンダムだと終わる前にアムロスが死ぬ。そうなのか。めっちゃおろすよね。殺しすぎて、まあだけど実際私もガンダムオンラインで、じゃあ何人分私死んでんだったらしいですけどね1万人ぐらいの私が死んでる。小説だと他人も死ぬね。そんななんだ。どんだけ殺すんだ、主人公クラスを。今日パラレルワールドですよね、設定はね。あ、松明の存在を忘れていた。発見。で、こんなことがしたいんじゃなくて、私はここの周りをクリアにしたかったんだ。この建物、遺跡は遺跡発掘隊ですよ。残念がストーリーあるならばシルビさん相当の悪党ハゲ将軍の予算ええ、多分そうですよ。私は
ただ、ポリシーを持った悪ですよ。違うんだ、ね、悪なんていうのはな、時代が決めるもんなんだとか言ってますよ、多分。正義など悪など生ぬるいわ。そんなものを話して何になるとか言ってますよ、多分。なんで土があるんだろうか。前線にガタガリ将軍。ランバラル的な感じでしょうかね。いや、もっと悪いかもしれない。ランバラル、人望って感じじゃないね。なんで土があるのか。水？いや、割とこっちは手に入らないから、回収。残骸は良い方であります。落第感って感じじゃないか、私は。こういう感じで法律。人望のあるあるって言うと誰かいるかな。ちょこまあいい。こうだっけ。こっちでいいかな。こっちの方がいいね。よし。で、鶴橋。木がやっぱ足りなくなるよね、これね。ドブルは貧乏あり。ドズルは我が部隊の今長官、上長でございますね。いいよね。そう、ここ結構掘ってんだよね。すでに。ほら。爆破されたんです。知ってるかな。爆弾実装しないかな。シルギさん気の的として乗りそう。ドズル勝つかはザビ家でも良い人枠なイメージ。ね、ドズルさんはいい人ですよね。だけどいい人から死んでいくんだ。鉄に釣られた。まだね、このマインクラフトを やり始めてからもうかれこれ1年ぐらいは経つんですけど、鉄を見て喜ぶ感じだからね。ええ、だからいいでしょ、このペースでやるの。マイペースやるといいと思いますよ、ゲームは。や
また鉄来たみたいなんですよ。ダイヤを取りに行こうってあれだよね。目的が違うよね多分。やってもほしいもことが。あ、いいね。私も鉄いっぱい止まると嬉しくなりますよ。鉄案外ないんだよね。テラリアはね、鉄の他にね、なんかいろいろあるんですよ。はい、こんばんは。あっという間にね、ただこんばんはと言ったもののですね、ちょっと喉の様子を考えてもうぼちぼちかなという気がしてて、まあ日が変わるぐらいまでな。まあまったりやりたかったんです。今1時間ぐらいちゃちゃっと、またどっかでテスト終わったので久しぶりに来ました。久しぶりに、私も久しぶりにやったんだよ。だからタイミングがいいね。ようこそ。なんか案外なさそうね。テストお疲れちゃん。靴してもなんか面白そうなものな、出てこない。砂漠だからなんか埋まっててほしいもんですけど、個人的にはね。お、これはこの神殿、鉄石ビフォーアフターダメだ、見えない。壁通しの術を使おうと思ったけどダメでした。しゃあねえな、時間も時間なんで、ここはこれでやり始めると止まらないから戻ろう。資材を持って、結構ね、結構あれですよ、砂は大事だから。こっちの方は簡単に取れるけど、実家の方だと取れないからね。実家鉄は置いててもいいな。スイカぐらい置いとくか。また来るかもしれないからな。こんくらい置いときましょう。で、砂は回収。あ、だけど、んー、こんなもんか。おう、なんかが見えるぞ。
お、広いね。意外と広いね。おお、下がある。なんか、え、広くね？は探索したくなりますよね。わらわら。広くね？意外と広くね？なんか投げたいよ、ここに。松明を投げたい。お、敵さんの登場か？あ、来たー。ゾクゾクするよね。こいつと、こいつとハチャ。久しぶりです。マグマの熱で農業できるんじゃ。はい、お久しぶりです。お、マグマが、マグマが、こんなところに。砂漠の下にマグマ。鉄だけ回収。迷子になりそうですなわら。もうすでに若干なってるけどね。よくわら。え、まあ、こっちだよ、こっち。大丈夫、私覚えてる。うわ。接敵。エマージェンシー、エマージェンシー。どこに嫌がる、どこに嫌がる。空だ。あれ、これ入ってきたとこ？え？わかんねえっす。違う。え？違うよね、これ。あれ？あれ？どこだ、ここ。あれ？ああ、あそこから出てきたんだ。あ、入ってきたから、こっちに出てきた。おお。久々だから音に敏感ですよ。FPS やってたしね、ずっとバトルフィールドハードラインやってましたから、音に敏感です。やっぱり迷ったわら。イエーイ。あ、ちびっこ。スイカアタック。エンダー2匹。やめなされ。ちょっとこの状況はあまり良くないよ。剣とか持ってねえ。そういえば剣を持ってない。大丈夫、スイカがあれば全ての状況を切り抜けられる。あった。
ちょっとまずくなってきた。よし。エンダーに喧嘩売ろうわら。全然剣ないし。そういえば武器を持ってなかった。ゾンビさんたくさん湧くわね。ですよね、オメガ。いやいやいや、死ねないってこんだけ持ってるから。お家はあっちだ。男なら素手で。最初の初期の頃それでやって死んだよね。言ってんだあいつの攻撃。ところどころにこうちっちゃい砲台を、砲台じゃない、塔台作ってるから、なんとなく道がわかると13段差。金色ゾンビ倒したいけど無双がない。覚えてるもんですよ。しかし登れない。空中道路にいたから。だから。このなんかもう摩耗しきってる感じだよね。ここに投下する、まあ必要なものはここに揃ってるから。ここは木がね。ここはまだいずれここを基地に。あ、砂入れとくか。海底神殿用に、ここに砂入れとくか。海底神殿対策、佐川湯だ。そういえばお城プロ配信停止したって、本当ですか？お城プロは今完全に終わりましたよ。作り直してますね。作り直せるかと思ったら、なんか似たようなのが出てきてますけど。お城プロは今、クオリティアップのために、まあ復活するかどうかわかんないですけど。DMM をちょっと手広げすぎですよね。やりすぎ。一時期のなんかポータルサイトみたいな、ゲームポータルサイトみたいになってるから、どっかでガタくると思うんですよ。カンコレブームが来て、なんとかなってますけど、ちょっと手広すぎすぎですよね。また DMM 自体は、ほら、ね。ものすごい一つのジャンルを築いてる、持ってるから、本拠じゃないからね。カンコレとかは。別に。ちょっと侵入禁止だよ。わ、うん、DMM はだからそっちがあるから大丈夫です。よく見てるね。
もうなんか、モンストもなんかやりきった感が若干ありますね。世界は広いんだぜ。結構なんだかんだで砂使って、あ、土使ってたよね。この街道を作るのにも結構ね、道路見てると松明が少なくなってケチってきてるのがわかるわな。ケチってるんじゃない、節約だ。なるほど、次はパズドラ進出ですかな。わらわら、パズル好きのしるじさんには似合うかも。わら、パズドラはなんかもうなんかね、一巡してやってるでしょ。だったら新しいのやったわけやん。あえてこっちに行く。懐かしいですね、あれね。もはやあれはもう回収不可能な。120fps だから超溶岩がぬるぬる。これは皆さんにちょっと皆さんにお伝えできないんですけど、スプラトゥーンってなんかすごいみんなやってんでしょ。新作すごいよね、今ね。実況やる人がすごい増えたから、なんか新作のゲームやったら、その日のうちになんかクリアするみたいなのが、すごい増えてんじゃないですか。どうなのかなと思いながら。まあ、対戦ゲームなら、対戦ゲームはいいと思うんですけど。出た、火山。マグマのタワーだ。シルビさんが破壊してしまった自然は、たたり神の一種マグマ神。こんだけまだ自然は残ってるから。これはサイドの横の壁がないから、下手すると落ちるからね、気をつけなきゃね。やべ、こっち来たの超久々ですよ、これ。これこっちは本当に半年までいかないけども、いや多分そんくらいだって。だってずっとマリオとか作ってたし、数ヶ月ぶりですよこっち側は。私自身遠いもん、最も遠い本拠地。なんだかんだ言って、それ、これ以外の本拠地は割と近場にあるんですけど。私はシルビさんのサイコブレイクのダウンロードコンテンツの実況をずっと待っていますよ、わら。あの苦しみを再びわらわら。ずっと私がもうやめろ、やめたい、やめたいって言ってるだけで。このゲームもう嫌だって。さあ、最も遠い本拠地。ある意味最新の本拠地ですな。久々ですよ、これ。うわー、来た。聞いたー。金の馬がいる。そういえば、そんなの作ってた。あれ、これ操作できないんだっけ？今、どうやって乗った？あれ今どうやって乗った乗った。あれ操作できないよ。新しいね。乗れるけど。
お、ここが乗ってたカボチャの本拠点ですからな。問題は出れなくなった。思い出すんだ操作方法を。わら、何か操作できそうなんだけどな。仕方忘れちゃった。操作できねえ。あれどうやってやってたっけ。こんばんは。こんばんは。Welcome to シルチャンネル。ダメです。まあいいや。投げた。かぼちゃん、かぼちゃん。これなんだ。ハロウィンだよ。ハロウィンだから11月の10月ですね。10月の頃だから。まあ本当に半年ぐらい。は余裕で立ってますよ。久々だ、ここ。うっせ。相変わらずうっせ。意外とここいろいろあるよね。だって最新の最新の巨人だもん。ほらレッドストーンとかあるもん。なんでこんなんだ。あれなんでこれレッドストーンこんなんだ。わっ、ここほらだから最アリンコ最新鋭ですよ。揃ってるもん一通り。俺やるな、やってたんだな。結構覚えてねえ。どこがこんな金の馬よろになって。これ今どういう状況。散策してます。お散歩、お散歩オンライン。いやなんか次やることを今度決めていきましょうかねみたいな。いつ見てもカオスな鶏わら。懐かしいですね。ここもすげえ久々に来たわ。どこまで掘ったか覚えてね。はい、こんばんは。まあ、まあ、ぼちぼち、ぼちぼち終わりに近づいておる。まあ、というのもね、久々にマインクラフトがやりたくてですね、仕方なくて。ただ、本当に空いてる時間に実況プレイで10分ぐらいずつちょこちょこやっていこうかなと思ってたんですけど、いきなりそれをやるのもね、今まで生放送でやってたので、ちょっと申し訳ないなと思って、今後は多分、なので、ダイヤだわら。実況プレイの方でちょこちょこ短くスパン短くですね、10分15分ぐらいのスパンでやれればなと思ってます。生放送ね1時間はねちょっとね喉に来るんですよ。1時間以上は、まあ、現状だからね、それを考えるとまあそんなもんかなって感じ。まあ生放送はちょこちょこできればいいな程度で考えております。今こっちに来てるけどどこだろうかみたい
これ枯れなくなるフラグじゃねえの。お散歩ですよ。まだそんなに回復してないんですか。回復してないことはないんですけど、なんていうか、あんまり私は喉が強くないのかなって感じですね。実況するとしたら MR ワールドで、それともミーワールドですか。いや、このワールドでしょう。このワールドですよ。ああ、新ワールドやってもいいけれども、新ワールドでやってもいいけれども、よくわかると思うんですけど、ここまで作ったものを手放したくないよねっていう。だってそうです。ここまでやったものを、いきなり一からっていうのもちょっと寂しいでしょ。おっと、びっくりするから、その色。そうだよ、ここは、鉄鉱石じゃない。マグマ大使のとこだよ。もうあんま覚えてないけど、ここ前迷ってた気がする。マルチね、そんなものもあったねって今言われて、あみたいな。そういえばそういうのもあるんだね、このゲームっていう。完全ノラ。でマルチをやるとしたらば、それこそ実況プレイでは向かないわけですよ、なおさら。あ、だけど実況プレイで知り合いとやってる人もいるね。どこ？お、金だ。けど今無茶しない、この時間だから。ここ危ない、覚えてるから。私覚えてる。結構私が頑張ったね、跡が残ってるね。そうか、1からやるっていう選択肢もありっちゃあるのかもしれないですね。なるほど、視聴者のトラップハウスにお邪魔するとかはだ。覚えてる、帰り道をとは言っていない。ほら、覚えてる。ちゃんと目印つけてるから。帰ってきた。あれ？ほら。これね、マグマと遭遇したからやめたの、掘るの。ほら、この上。ね。マグマ垂れてる。まあ、そんなわけでして、まあ、生でやるかもしれないですけど、生の面白さもまたあるからね、このゲームはね。まあ、その辺はおよい、まあ、シルビーチャンネルを要チェックということで、締めましょう。やっぱね、今みたいに2時間はね、前みたいに2時間はちょっときついね。うん。なので、まあ、ちょっとその辺考えます、今後。それじゃあ、まあ、今回この辺に終わり、戻ってね、うまさのところに戻って終わりにしましょう。まあ、やることはまだたくさんあるから、ぶっちゃけこの世界でいいなと思ってるんですけど、全然あるし。バイナラ。
お疲れ様でした。結局新しいワールドを作ってもやることは一緒だから、なんかあっち行っちゃこっち行っちゃしてるって。マイクラ予告会、お疲れ様でした。オスです。お疲れ様でした。よいしょ。オスでした。お疲れ様でした。お疲れ様です。なんかここから始めたらなんかエラーとか起きそうだよね、これね。近い。ここでなんかログアウトするとやばそう。はい、お疲れ様でした。ちょうどね、もう変わったし。では皆さん寝ましょう。じゃあまた次回、チビチャンネルで。まあこの動画じゃない、マイクラ以外のもやってますんで、よかったらこちらでお会いいたしましょう。気持ち悪いわらわら。ではね、またね。シルビチクさんって、おぞましいわら。ゴスゴス言ってるわらわら。